ありがとう生態の平野です。世界でただ一つの、ね、生態になります。皆さん、まあ、眼精疲労ね、今、まあ画面を見る機会ね非常に、多くて、まあ、ブルーライトの、ね、カットのメガネだとかいろいろ皆さん対策していると思うんですけども、眼精疲労、まあ、目に行くですね、まあ、栄養酸素が不足しているというふうに考えるとですね、やはり、この首、首の根元ですね、皆さんやっぱりこう腕を丸めて、胸を潰して喉を潰して、そして酸素がいかない状態にしているこの姿勢、まずは本当にまさにここがですね、非常にネックだと考えています。この胸を広げる施術、非常にね当院の施術ですね、今チャクラシートというのをね使うとですね、非常にこの鎖骨、肩甲骨、腕、そして肋骨が広がりで動きができることによって頭にねこう酸素がすごく行き渡って、皆さん目がすっきりするという声をねたくさんいただきます。眼精疲労はですね、この目の周りをこう指圧するのではなくてですね、首の根元あたり、この胸を広げてこの通りを良くする、そういった方向で当院では、調整をしています。